ラモン・リュイ、または、ライムンドゥス・ルルスは、マヨルカ王国、パルマデ・マヨルカ出身の哲学者、神学者、神秘家。フランシスコ会第3回会員。初期のカタルーニャ語文学において、主要な作品を制作しており、カタルーニャ語の父と呼ばれる。リュイはまた計算理論の先駆者とされ、特にゴッドフリート・ライプニッツに影響を与えている。 竜イの生涯1229年には、アラゴン・カタルーニャ連合王国のハイメイッセイが、バレアレス諸島のマヨルカ島に侵攻し、イスラーム教徒のムワヒヒド町を退けて、マヨルカ島を征服した。ハイメイッセイは1231年に、マヨルカ王国を建国し、パルマデマヨルカを首都とした。 このキリスト教徒によるマヨルカ島征服後、竜イの両親は植民活動の一環として、イベリア半島本土のカタルーニャ地方から、マヨルカ島にやってきた。当時のマヨルカ島は、イスラーム教徒のサラ先人が多数を占めており、ユダヤ人も暮らしていた。マヨルカ島は、ハイメ一世によるキリスト教的生活規範に、乗っ取りながらも、イスラーム教徒、ユダヤ教徒、 キリスト教徒が共存する得意な状況下にあった。マヨルカ王国成立直後の1232年頃、リュイはパルマにある裕福な家庭に生まれた。幼少期にハイメ一世の故障となり、帝神として騎士道や施策などの素養を身につけた。ハイメ一世の次男、ハイメの森役となり、後の1291年にハイメがマヨルカ王となると、 セネスチャルとして相談相手を務めている。25歳頃の1257年には、ブランカ・ピカニーと結婚し、数を数目を設けた。こうしてリュイは、一家の主となったが、トルバドゥールのように勝手気ままで浪費的な生活を続けた。ラモンはまだ若い男であり、マヨルカ王国の執事長を務めていた。虚しい歌や詩を制作し、不道徳にふけっていた。 ある夜、彼は、ベッドの横に座り、愚かな愛を与えた女に対して低俗な歌を、書いていた。彼が歌を書き始めた時、十字架にかけられた我らの主イエスキリストが右手に見え、まるで空中に浮遊しているかのようだった。自伝、ビータ・コタニア30歳頃の1263年には、宗教的な啓示を受け、この時の様子を後に、自伝、ビータ・コタニアに書いている。 竜イは、計6回の啓示を受け、神に仕える生活を追求するために、家族、地位、所有資産を手放す決心を下した。具体的には、竜イは、以下の3点を企ってた。主に全身全霊を捧げるために、紗羅先人を、カトリック信仰に改修させ、そのためには死をも辞さない、異教徒の語尾を論爆するために、この世で、最高の書物を表す。 異教徒の地で、カトリック信仰の真理を宣教する。宣教師のために、外国語教育を目的とした、修道院の設立を促進する1265年には、イベリア半島北西部のガリシア地方にある、サンティアゴデ・コンポステーラへの聖地巡礼を行った。そのキ路で、アラゴン・カタルーニャ連合王国の中心都市である、バルセロナに立ち寄り、フランスのパリに出て、 学問を収める決意を固めたが、家族やドミニコ会司祭の助言で断念し、マヨルカ島に戻った。わずかな財産を祭祀に残すと、それ以外の全財産を処分。マヨルカ島で、ラテン語、自由学芸、進学、哲学などを独学し、約9年にわたって、ムーア人の奴隷から、アラビア語とアラビア文化を学んだ。 ランダ山の修道院1271年から1274年の間にイスラーム教徒の思想家であるガザーリーの理論の概要と目想を通じて真実を見つけるための壮大な手引き書、神の感想についての書を書いた。1274年にはリュイがアラビア語を学んだムーアジンドレイが死去しマヨルカ島のランダ山で啓示を得て、 真理に到達するための術の帝王の草行を書いた。その後にはランダ山の修道院に入り、神からイスラーム教徒のサラ先人に対する福音宣教の飯が与えられたという確信を得た。1275年にはフランシスコ会の神学専門家が竜イの著書の内容を精査。1276年にはハイメの財政的援助のもと、 ローマ教皇ヨハネス21世の承認を得て、マヨルカ島のバルデモーサのミラマールにアラビア語学院を設立した。こうして13年前に志した3点の一つが実現し、13人のフランシスコ開始がアラビア語や術を学び始めた。リュイが1287年にマヨルカ島を出た後には敵役の公認が見つからず、このアラビア語学院は、 開港から12年後に閉鎖されている。1276年から1287年には、マヨルカ島のミラマールと、南フランスのモンペリエで過ごし、1283年には、モンペリエで、小説、エバストと、アローマとブランケルナについての書を表した。リュイは常に、戦況の志を胸に秘めており、1287年以降には、 地中海地域の全域をめぐって、宣教活動を行っている。1287年には、ローマ教皇庁を訪問した他に、初めてフランスのパリを訪れ、フランス王フィリップ4世に越見して、術の啓蒙活動の重要性を提言した。1290年には、フランシスコ海総長のライムンド・ガウフレディから、イタリアの諸修道院で、術を教えるよう依頼され、 1292年には、ローマ教皇ニコラウス4世から公式に検証された。ルイの選挙活動この頃にはすでに60歳を超えていたが、ルイは北アフリカで最初の選挙活動を行った。1293年には北イタリアのジェノバで健康を害したが、1294年に南イタリアのナポリで西洋した後に、故郷のマヨルカ島に戻った。 1295年には、ローマに滞在して、学問の木の執筆に取り組み、1297年から1299年には、パリに滞在して、愛の哲学の木をフィリップ4世に検定した。1297年には、パリ大学で、ドゥンス・スコトゥスと議論を交わしている。ルイは、ヨーロッパのユダヤ人をカトリックに改収させることにも、熱心であり、 ユダヤ人やユダヤ教のカトリックに対する影響を緩和させようとしていた。バルセロナのシュロモベンアベレット、サレルノのモシャベン、シュロモなどのラビが、リュイの論争相手となった。1300年からは、約1年間マヨルカ島に戻ったが、1302年には、地中海東部のキプロス、アルメニア、エルサレムを訪れた。1303年から1305年には、ジェノバに滞在し、 さらには三度目のパリ訪問を行った。1307年には北アフリカに二度目の選挙旅行を行い、1308年にはピサで結合術を表した。1309年には再びパリを訪れアベロエス主義爆論など30編以上の作品を残した。 当時のパリでは、イスラーム世界の哲学者であるイブン・ルシュドの思想から、なるラテンアベロエス主義が交流しており、ルイは作品を執筆する他に、ラテンアベロエス主義者と論争を行っている。1311年のビエンヌ公会議では、ルイの提唱によって、アラビア語、ヘブライ語、カルデア語のミコト語を、パリ大学、ローマ大学、ボローニャ大学、サラマンカ大学、 オックスフォード大学の五大学で教えることが認められたが、術の使用は却下された。1313 13年から1314年には、南イタリアのメッシーナに滞在し、1314年から1315年には、イスラーム教徒の土地に三度目の伝道に赴いた。アラゴンをハイメ2世の新書をこの地のスルタンに届け、さらには、自身の著作も献上している。 1315年12月から1316年3月の間、チュニスでの戦況の際に、イスラーム教徒に石を投げられた。この時の怪我が元で、マヨルカ島に帰郷後すぐに死去した。なお、マヨルカ島帰郷前に死去したとする説もある。青年、没年ともに、複数の説があるが、いずれにしても竜医の生涯は84年から90年であり、 長寿としては、かなりの長寿であった。竜が生涯に訪れた、都市1200年代末から1300年代初頭に、かけて、文字列を生成する、機械仕掛けによって、世界の真理を得る術を考案する。ガリバー旅行記のラピュータで出てくる、ザエンジンはこれに着想を得たものとする説がある。これについて、ブルバキ数学誌は、ライプニッツの数学における、 記号の機械的な操作のみによることで、正しい推論のみを得る、という発想について、ラモン流にまで遡ることができる、としている。哲学者、神学者、神秘家、宣教者、百科全書家、教育者、作家、詩人、騎士、宮廷詩人、医者、薬学者、数学者、語学研究者、など、流には、様々な肩書きが与えられている。無双化、 ユートピアン、狂気の人、献身博士、カタルーニャ文学の祖、魔術師などという二つ名が付けられている。竜イはその著書の中で、聖書、クルアーン、タルムード、プラトン、アリストテレス、ディオニュシオスホ・アレオパギテス、アイギディウス、ロマヌス、サンビクトルのリカルドゥス、カンタベリーのアンセルムスなどを引用している。ペトルス・ロンバルドゥスの、名大集、アウグスティヌスの、 三位一体論、トマス・アクイナスの大異教徒大前などの教会博士も引用している。イブンシーナー、マテウス・プラテアリウス、コンスタンティヌス・アフリカヌスなどの意見を批判している。ルイはドミニコ会の進学者であるアクイナスより約10歳若い。活動内容や影響力の点でルイはアクイナスと遜色ないとされる。ルイもアクイナスも聖書や 恐怖の写本に精通し、イスラーム主張やアリストテレス哲学などに影響を受けながらもそれらと思想をことにしていた点で共通している。ルイは中世キリスト教思想と近代思想の橋渡し役となったとされる。さらには、キリスト教思想とイスラーム教やユダヤ教などの異教思想の対話において先駆的な役割を果たしたとされる。 死後の1376年、カトリックの尋問官であるニコラウス・エーメリクスは、ルイによる百の理論や思想を考え違いであるとして、非難した。同じく1376年には、ローマ教皇グレゴリウス11世が公式に、ルイの20の著作を非難し、やがて、ローマ教皇パウロ4世が、グレゴリウス11世による非難を追認した。一方で、 1416年には、ローマ教皇マルティヌス5世が、グレゴリウス11世による非難を撤回した。このように死後に、ローマ教皇による非難は受けたものの、生前のュイは、カトリック教会と、良好な関係を保った。フランシスコ会においてュイは殉教者とされており、1857年には、ローマ教皇ピウス9世によって劣服された。 ルイの祝祭日は6月30日であり、フランシスコ会第3回によって祝われている。ライプニッツ14世紀前半には、パリやバレンシアなどで、ルイの信奉者が学派を形成した。特にルイが4度滞在したパリでは、講義を調講したパリ大学の学生が中心となって、ルイの思想の伝承に努め、調講生の戸丸ミエジェは、竜イ選手や、 小薬核言集を観行した。15世紀には、ヨーロッパ全土に、ュイの思想が伝わり、カタルーニャ地方、マヨルカ島、イタリア、フランス、ドイツなどに、ュイ信奉者の学派が広がっていった。16世紀後半には、スペイン国王のフェリペ2世が、ュイの著作物を収集して、各地の図書館で保管することに努めた。フェリペ2世は、 神学者や修道者などにスペイン国内で活動することを求め、16世紀のスペインでは神秘霊性が活性化された。イエズス会の創立者であるイグナチオ・デロ・ヨラ、神秘家で修道院改革者のアビラのテレサ、同じく神秘家で修道院改革者の十字架のヨハネなどが活躍したが、いずれの人物にも竜イの思想に影響されている。17世紀後半には、 哲学者や数学者であったゴッドフリート・ライプニッツが、竜イの術やリュイ主義者の記憶術を洗練させた。ライプニッツのおかげで、竜イに対する関心が再度高まったとされる。19世紀から20世紀になると、竜イの思想は、神秘的な魔術としての地位に落ち込み、オカルティズム、新知学、秘密結社などが用いる道具となった。しかし、現代になると、 再びルイに対する関心が強まり、数理論理学、象徴記号学、図像学などの分野でルイの再評価が始まった。1957年にはルイの思想を専門とする雑誌、ルルス研究が刊行され、1960年、1976年、1984年にはルイの思想を主題とする国際学会が開催された。 リュイの出生地であるマヨルカ島にはマヨルカ竜医学院がドイツのフライブルクにはラモン竜医研究所が設立されそれぞれ竜イの思想を探求している特にバルセロナ大学やバレンシア大学などで竜イの思想の普及が行われている竜イは最も大きな影響力を持つカタルーニャの著作家とされている英語がシェイクスピアの言語フランス語がモリエールの言語 スペイン語がセルバンテスの言語、ドイツ語がゲーテの言語と呼ばれることがあるように、カタルーニャ語はしばしば竜イの言語と呼ばれる。スペインの科学研究高等評議会はロゴマークに竜イの学問の木を採用している。カタルーニャ語やカタルーニャ文化を世界に発信する公的機関として2002年にはインスティトゥット・ラモンリュイが設立された。 スペイン語におけるインスティチュートセルバンテス、フランス語におけるアリアンス、フランセーズ、英語におけるブリティッシュカウンシル、イタリア語におけるダンテ・アリゲーリ教会、ドイツ語におけるゲーテ・インスティチュートなどと同様の役割を持っている。ルイは、ラテン語、カタルーニャ語、アラビア語などで著作を残した。神聖な著作265、議書400が、 リュイの作品として伝わっている。当時は、ラテン語で著作を執筆することが慣例であったが、リュイは大多数をカタルーニャ語で執筆した。ラテン語以外の言語を用いた中世初のキリスト教的哲学者であるとされ、ダンテ・アリギエーリやマイスター・エックハルトに先んじ、次言語を使用する著述家の先駆けとなった。宣教相手であるイスラーム教徒の言語でも執筆した。 ことも特筆される。1276年から1278年に、マヨルカ島で表した、愛するものと愛されたものについての書は、竜医の神秘主義のみならず、全哲学が要約されていると評価され、数多くの言語に翻訳されている。文学的著作の中でもよく知られた、エバストとアローマとブランケルナについての書は、教育論的説話である。 アラビア語の著作は差逸しており、一作も現存しない。学問の貴著名な類研究者である、トマスカレーラスイアルタウは、類の著作を10の分野に分類している。詳しくは、カタルーニャ語版にある類の著作一覧を参照。ラモン竜医大学は、スペインカタルーニャ州バルセロナ県バルセロナに拠点を置く、私立大学。1990年創設。 7つの異なるカレッジの集合体であり、その多くはバルセロナのダウンタウンに位置する。大学の名称は13世紀に活躍した哲学者、著述家のラモンリュウにちなんでいる。1989年10月に4つの教育機関が集まって、1990年3月1日にラモンリュウ医大学が設立され、1991年5月10日に、 カタルーニャ州議会によって承認された。その後複数の教育機関が加わっている。ありがとうございます。